それでは続きまして、山口県のコンクリート施工記録の AI による分析、土木技術者は AI といかに付き合うべきかについて、横浜国立大学教授、細田明先生よりご講演いただきたいと思います。それでは細田先生、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんおはようございます。横浜国立大学の細田明といいます。このような、お題をいただきましたので、50分近くこのテーマでしゃべるの初めてなんですけど、聞いていただければと思います。山口のデータベースを、機械学習で使ってひび割れ幅を予測するっていうのは、誰でも思いつくことだとは思うんですけど、それを博士論文のテーマで、ある留学生と一緒にやってみましたので、それを通して私が、学んだことを皆さんにフィードバックできればと思います。試験が多分に入っております。で、これ参考文献1っていうのを挙げてますので、お尻にありますので、もし全文読まれたい場合はそれを、ネットのジャーナルの記事なんですけども、見ていただければと思います。AI は不可欠な技術になるとは思いますが、私自身、自分でその技術を、研究やら実務で使ったことも特になかったので、今私の研究室には前川先生という東大を60歳で退官されてきた、この分野のトップレベルの世界トップレベルの先生も一緒にやってるんですけど、その先生のご研究の中でも、AI についての解説を聞く機会がありました。例えばですけど、前川先生はどういう研究をしているかというと、床版の下面からこう点検、下面から点検して、ひび割れの図をこうスケッチすると。もしくはそれもデジカメで撮ると。で、1000枚、2000枚貯めると。で、それとは別に、前川先生っていうのは、有限要素法の、数値解析プログラム、世界最高レベルのを持ってますんで、ある床版を輪郭樹で再化していくと、ある段階で下面にひび割れ出てくるんですね。で、それ数値解析では下面だけじゃなくて、床版の中がどう傷んでるかも全部計算してるわけです。で、その、例えば1000ケース写真撮ったと。で、こっちにまた1000やら2000やら数値解析の、解析を回しておくと。で、それを組み合わせる。そうすると下面のひび割れがこうだと。そうすると、それが10年ぐらいのひび割れだったと。で、その後30年40年経ったらどうなるかっていう、予測を機械にさせるわけですね。そうすると前川先生の研究成果だと、下面から写真さえ撮っておけば余寿命予測できると、例えばそういう研究されるわけです。すごいなと。で、土木技術者はその AI というのを上手に使いこなす必要があると思っています。まだ皆さんビクビクしてるんじゃないでしょうか。どんな世の中になるか分かんない、何でも機械が取って変わるんじゃないかと思っている人もいる。だけどやっぱりやってみなきゃ分かんない、本質が何なのか体感してみたいというのは最も大きな理由でした。今日は有限予想の話は、1% ぐらい出てきますけど、例えば温度応力解析、ひび割れの解析も、私は、数値解析プログラムも素晴らしいツールなんだけど、賢く使うべきだと思ってます。それもやっぱりやってみたから分かるんですよね。何事も実践してからというのは私の信条であります。だからもう一つの理由は、最初このある名前出てきますけど、ある学生とやっていくときに、ひび割れ幅を正確に予測する、式なのか、方法を構築しようと、というのをテーマにしました。機械学習をちょっと抜きにしてですね。で、なぜなら、学会のルールブックに従って計算すると、ひび割れが出る出ないぐらいまではそこそこいいと思いますけど、最大ひび割れ幅の予測手法の精度は決して高くないと思ってました。自分でも計算してみたことあるんです。山口システムの構造物をいっぱい計算してみましたけど、全然合わない。で、全然合わないからこの手法が悪いって言いたいんじゃなくて、この手法はいいんだけど使い方を間違えると良くないと思ってます。で、おまけにそれが実務の中で使われているってのはどういうことだというのを前から思っていて、そのあたりも、人間というのは僕適切に本当にちゃんとやらないと、嘘やらその間違ったやり方をやっているといずれ廃ると思ってます。先ほどの橋本さないやら吉田松陰のあれではないけれども。ということで、この研究を始めたんですけど、
この学会のやり方の延長線上でやってみてもなかなかこうひび割れ幅ですねを予測するいい手法が思いつかなかったので、まあ、この前川先生の、ゼミなんかでこう聞こえてくる、ご助言なんかもあって機械学習でやってみることにしてみました。その前に、山口県のデータベースを活用させていただくわけですから、その意義は、重々皆さんご存知かもしれませんけど、改めて整理しておきます。これは二宮さんが作られた、図でして、出典という意味では二宮さんの博士論文になるのかなと思ってますけど、ひび割れっていうのは、皆さんもこの講習会でも何度もお聞きになったかもしれませんけど、ものすごく要因が多くて、要因が多いんですね。割ろうとする、引っ張ろうとする応力、その応力を発生する要因もものすごく多いし、多岐にわたるし、抵抗するのは引っ張り強度の側なんですけど、そっちも、まあ、ありとあらゆる要因があると言っていい。その割ろうとする応力と抵抗する強度の、まあ、やり取りで決まってくるんですけど、まあ教科書に書いてあるようなことを全部そんなこと考えてひび割れ設計なんてできっこないし、まあ講演聞いたらそうかなと思うけど、じゃあどうやって俺の今から作る構造物をひび割れ抑制するのよって、そんな簡単に答えなんか出てこない。だから、大手の大きな会社で自分の施工実績豊富に持っているところは、あ、これこれぐらいの形のものだったら、もうこの時期作ったら大体割れるよと、もう手打っとこうねって自分たちの実績で言えるんでしょうけど、まあ、それができない。そこを、施工の基本事項を遵守されたデータを丁寧に貯めていくことで、みんながあのデータを覗けるわけですから、まあこれぐらいのサイズで、この時期教団の建て壁だったらひび割れ出てないかなと。でひび割れが出てなければ、まあ、有害なひび割れが出てなければ、まあ、それを信じればさっきの無数の要因のやり取りなんて考えなくたっていいわけですよね。自己収縮がどうだとか、その水盤の熱がどうだとか、そんなこと考えなくてもいい。だから実績をこうちゃんとこう、貯めて生かしていくっていうのはすごく賢い作戦だなと思いました。ある意味では、例えばみんながやってるような温度量解析をしなくても、角度の高い対策を取ることができるのかもしれないし、まあ、生産性向上にもつながっていると。一応、前のページの図の解説はここに書いておきましたので、多少言い足りないこともあるかもしれませんけど、後でご参照していただければと思います。みんなが使うデータベースだから、建設技術センターさんがこう、しっかりチェックするということも大事でしょうし、建設技術センターがチェックしても間違いもあるんですよね。その辺は我々研究者とかさらに使う人がこうちょっとおかしいんじゃないですかっていうフィードバックを、まあ、みんなで使うということでデータベースが良くなっていくのかなと。それから、よくこんなの公表できますねっていうのも初期の頃聞きましたけど、私は、自分の会社の名前とともにこういうのが公開される仕組みっていうのは人間学的な観点からもちゃんとやろうという、効果があるように考えています。で、今すでに言ったことも含まれているかもしれませんけど、まとめの意味で、この山口の方々は生産性向上も意識しておられるのかもしれませんけど、田村先生がお話しされた品質確保の取り組みは、手間が増えるという言い方をすぐ持つ人もいます。で、手間が増えるってことの、真逆かどうか分かりませんけど、今流行りのキーワードは生産性向上で、まあ、これを、生産性向上っていうのはいいことで、これを追求していくことも今の我が国には必須かなと。で、私の持論は、いいインフラを作ること自体が生産性向上で、限られた人数で例えば、運送時間を低減したり、社会的な生産性向上に一番インパクトがあるのはインフラだそのものだと思ってますけど、さっき申しましたように事前の温度量解析等をしなくてもできると、しかも角度が高いと。冒頭にもちょっと悪口言っちゃいましたけど、温度量解析は非常に有意義な技術だと思ってます。だけど、少なくともですよ、これ一発回して、はい、ひび割れ幅これ正解っていう、代物では全くないです。だけど、例えば変なひび割れが発生したときにその原因解明に使うだとか、から私の研究で使う場合は、キャリブレーションって言いますけど、ちゃんとした、
数値解析になるためにいろいろチェックかけながらやらないといけないし、さっき言ったように無数の影響要因があるので、設計段階でよく分かってない物性ってあるんですよね。今日はもうすぐ出てきますけど、熱膨張係数なんて学会の、基準に入ってる値と実際の熱膨張係数なんて全然違いますよ。で、例えば高炉セメントを使ったときに、学会の、基準には熱膨張係数12を使いなさいって書いてあるんですけど、あとで実測出ますけど、山口県の高炉セメントを使ったコンクリート21の工場で測りましたけど、12の工場なんて一つもありません。平均で、8ぐらいですね。7とか6台のものもいっぱいあります。で、それが12と例えば6だったらどれぐらいひび割れ幅に影響するって知って使ってる人なんてほとんどいないと思いますね。だから使いツールっていうのは、常もう どの分野でもそうだと思いますけど、ちゃんと使えば素晴らしくても使用目的を誤ったり不適切に使うと、人間がただ踊らされてしまうということだと思います。はい。で、もう口を酸っぱく言っておきますけど、私はオンドル解析は悪いとは一言も言ってません。素晴らしい技術だと思っています。で、山口システムでは、みんなの技術力向上にも寄与している、素晴らしいデータベースだと思っております。で、機械学習の話に入ります。最大ひび割れ幅を予測する機械を作ろうと、ニューラルネットワーク、人間の脳の回路と同じようなものですけども、で、それだけだとつまんなくて、私のプレゼンがもし最低レベルになるとすると、ニューラルネットワークを使って山口のデータベースを分析して最大ひび割れ幅がそこそこ予測できる機械を作りました。これ最低ですね。こんな話誰も聞きたくない。で、そうではなくて、そこに潜む本質だとか、それから、その機械ができるとですね、どの要因がどれぐらい効くんだということを機械が我々に教えてくれるようになるんです。これはそういう研究です。そのあたりの本質をなるべく、伝えできるように努力したいと思います。で、ちなみにこの、研究をやってくれたのは割と若い、まだ博士取っても30達してないような、パキスタンからの文科省の国費留学生でラスール君という、今三井住友建設に就職して、そこであれ新しいキャリアをやってますけども、山口県にも何度か、私と一緒に来て実際の構造物を見させていただいたり、山口県の技術者と、議論させていただいたりしてこの研究が仕上がりました。で、対象は、この今日のプレゼンの中では京大の縦壁です。棟壁もやったんですけどデータが少なくて、ちょっとご紹介しますけど、予測はできるんですけど科学習って言いまして、過ぎる学習、過ぎたるは及ばざるがごとしということわざもありますけど、無理やりその少ないデータにフィットさせるように機械が むちゃくちゃな理屈を作り出すと。で、自分が見たことのないデータをポンと与えるとすっとんきょうな答えを出しちゃう、それ科学習、オーバーラーニングというんですけど、その現象に陥りました。だからもうちょっとデータがたまってくると、いけるのかもしれないですけど、これ人間も一緒ですよね。やっぱ外に出ていろんな人と対話したり、そういう総合的な勉強をしないと、おかしな勉強をやればこうある限度を超えると変な人になってしまうと。機械も人間も一緒やなとか前川先生と笑ったりしてましたけど。で、今日は、それなりにデータがある縦壁です。はい。で、ちょっとすみません、留学生が作ったスライドを私が訳して作っているので、一部ちょっと変な表現があったりしますけど、ご容赦いただければと思います。で、まず、研究の初期段階では発生するかしないかっていうのもやりました。ですけど山口システムと連携して研究する以上、出るか出ないかはそれほど興味の、対象ではなくて、このセカンドステップの最大ひび割れ幅ですね、ひび割れが何本出るかも分かんない、それから、発生したとしたらそれぞれの幅も違うと。だけど最大ひび割れ幅が結局補修基準に効いてくるわけですから、これを獲物にしました。で、その機械を開発した後に、私たちが知りたい、エンジニアとして知りたい、どういう要因がどれぐらい効くんだということをいろいろ、機械に、機械が教師になってですね、我々に教えるような取り組みをやったということでございます。で、ニューラルネットワーク、これ少し、どういうものなのかということも後で、回路が出てくる図でご説明します。
で、最終的って書いてますが、まあ、最終的というかこういう機械ができたら、機械を使って設計するとかいう話ではなくて、それこそこういうガイドライン等に、皆さんの参考になるような知見としてフィードバックしていければなと私は思っています。で、山口データベースのこの研究の観点からの説明をいたします。今はもうちょっと増えていると思いますけど、2000にはまだ到達してないと思いますけど、1000の後半ぐらい、1700、800ぐらいのデータが山口のデータベースにはたまってきていると。でその中で、この研究に使えるのはそんな多くなくて、縦壁についていますと当時248個、もうちょっと積み重なっていると思いますけど、まあ、これぐらい。だから胸壁は100をちょっと上回るぐらい。これは機械学習からするとこれぐらいしかないという見方になります。でちなみに、ひび割れたひび割れないで言いますと、縦壁は150ぐらいひび割れてますと。胸壁は高速きついのもあって、90ぐらいひび割れていると。で全部使えるとハッピーなんですけど、そうでもなくて、欠けてるものがあると。もともとデータがなかったり、それからあってもちょっとこれ本当かなっていうようなデータもあって精査していくと、ちょっと欠損という表現があんまり良くないかもしれませんけど、248全部使えるわけではないと、ということでございます。で最終的にはここに上がっているデータ全部は使いませんでしたけど、どんなひび割れが出ているか、それから鏡台で言いますと幅、厚さ、リフト高、それから鉄筋比、本当は鉄筋の配置なんかも聞くのかもしれませんけど、今回は鉄筋比だけです。水セメント比、単位セメント量、膨張材も胸壁だと結構あれですけど、縦壁は結局ほとんどありませんでした。それからスランプ、空気量、打ち込み温度っていうのは打ち込み開始時の温度、外気温も、打ち込み開始時の外気温です。まあ、それがいいかどうかはちょっと置いとくとして、この分析で使ったのはそういう定義です。から28インチの圧縮強度、打ち継ぎの日数から、リフトによっては、熱電池を入れて最高温度ですとか、そこに到達する時間だとか、ですから脱形した材例、養生というのは打ち込んだ上の、仕上げ面の養生になりますけども、そこの期間などです。でそれらのデータがそれなりに幅を持っていないと機械学習には向いていないわけですけども、例えばリフト高でいうとこのような、まず分布図にしてみるとほんまかい、こんなのほんまかいなっていうようなところもあって、間違いが、例えばこの鉄筋比のこことかほんまかいなとかいう感じもしますけど、こういうのを一つ一つ学生とこうチェックしながらやっていきました。ちょっとごめんなさい、ここ残ってるんだけど、ちょっと最終的にどうしたかちょっと今パッと答えられないです、ごめんなさい。ここにあるということは、精査した結果使うという判断をしてこの分析には使っているものです。それから後々最後の方での結果の時に単位セメント量というのは結構効くんですけど、分布としては一応このような分布になっています。300を大幅に超えてくるようなところは、数としては少ないけど一応あると、こうとんがっているところが結構あるデータですね。結局はどういうデータを与えるかでその機械の、賢さが決まってくるので、分布であまりにも数が少ないとそのあたりをなんていうんですかね、しっかり学習できない、学習環境としてはあまり良くないということになってしまうかと思います。それから初期温度ですから、コンクリートの打ち込み開始時の温度はこのような分布になっています。30度を超えるものはまあ当然あまりないと。それから外気温、これ打ち込み開始時の外気温がこのようになっています。あとで季節、例えば夏場とか、春秋だとか冬を想定したような、解析を示しますけど、その根拠はこの辺りです。ですから、打ち込み開始時が山口、私の、聞いた範囲ですと山口県の場合は打ち込み開始っていうのは真夜中ではなくて大体は朝一番で、でそこから、こう
時間が経って気温も上がっていって、まあ、昼過ぎぐらいには終わるようなパターンが多いと思われますので、そういう場合にはこう打ち込み開始時の外気温というのを入力すると機械はそれなりに学んでくれるけれども、例えばバンコクのあるタイだとかもう暑くてやってられないとことかは夜に打ち込み開始始めたりとかしますよね。だから、このデータだったら何でも学習できるという話ではなくて、山口県でこれそれぐらいの規模の構造物でこういう施工を作る習慣があるからとか、そういうことも考えながらデータを機械に与えていかないと、誰でもできるような代物ではないというのが私のやった感覚です。で、村上はちょっとすみません、今日の本題じゃないので、まあもうちょっとデータがたまってくれば、もしくは全国でこういう取り組みが、展開されてくれば、データもたまってくると思うので、その時もう一度チャレンジしてみたいと思っています。それで、さっきちょっと前振りをしました熱膨張係数の、話を少しいたします。これは山口小野田レミコンの、小山健二さんに相談しまして、ちょっとコンクリートの熱膨張係数を調べたいんで協力してくれませんかと。で、当然こんなデータはデータベースにありません、だけど熱膨張係数っていうのは聞きますので、ここがなしに、機械学習なんかの結果が出てきたとしてもちょっと気持ちが悪いと。で、飲み友達っちゃ失礼ですけど、それなりに信頼関係のある小山さんにちょっとお願いしまして、今日聞いておられるかなと思いますけど、21ですかね、これおそらく21の生コン工場に結果的にご協力をいただけることになりまして、円柱の教師隊を作っていただきました。で、その、モールド缶じゃないな、プラスチックの型枠を用意しまして、その中に歪み系を埋め込んだものを、そのさっきのラスール君というのを作りまして、で、2つずつご協力いただけませんかということで、各工場に我々から型枠を送付させていただいて、でそこに打ち込んで固まったものを送り返していただいて、十分に材料が経過した後に水温をゆっくりこう、ゆっくり上げて20度から60度ぐらいまで上げて、またゆっくり戻してくると、その時の体積変化をこう計測するという手法で熱膨張係数を測りました。で、まず工場の中のサンプルのばらつきっていうのは、あまりなくて、まあそれ試験としては精度よく測れていると思っています。それから、先ほど申しましたように、これ全部コーロセメントです。配合も強大縦壁に使われるような配合、設計基準強度でいうと21とか24とかそのあたりです。予備強度24とか多いと思いますけど、で、学会の基準にはコーロセメントを使った場合の熱膨張係数は12を使ってくださいというふうに書いてますけど、これが実態です。はあ、やっぱそうかと。で、まあ、私が驚いたのは、まあ、12よりだいぶ小さいというのもありますけども、山口の県内の21の工場であまりばらつきがなくて全体的に小さいというのは私の第一印象でした、で、これがもし、山口県の中でそんなばらつくってことはないのかもしれませんけど、中国地方全部とかを対象にすると実は、地域によってコンクリートの熱膨張係数が結構違って、でそれも実はひび割れの出やすさ出にくさの原因の一つになってたりすることもあるかもしれません。で、山口県では、この、データベースに載ってる構造物は、今出荷されているコンクリートの骨材とは違う場合もあるので、データベースに載ってる、コンクリートが全部こういう熱膨張係数かどうかは知りません。そこまでちょっと私は分析してませんけども、骨材を変えた会社もあるというふうに伺ってますので、まあ、でも、これは山口県の構造物で、あの程度と言っちゃ失礼ですけど、あれぐらいのシンプルなひび割れ抑制対策で、うまく封じ込めた理由の一つかもしれません。それから、山口システムを、追従して、追っかけようとしている人たちもいますけど、山口の対策そのものだと、もしかするとこういう材料特性の違い等で、
例えば鉄筋が 0.3% だとちょっと足りなくなったりとかするようなことも他の地域だと出てくるかもしれません。こういうところも粘り強く研究していければなと思っています。はい。で、これあんま深く話すつもりはないんですけど、ニューラルネットワークというのは人間の脳の回路とほとんど一緒で、ここが、インプットです。まあ、こういうインプットが来ますと、さっきの、鏡台の縦壁の形だとか、打ち込み開始時の温度だとか、まあ、それがずらっとこう並びますと。でニューラルネットワークというのはこの隠れ層というんですけど、ヒドゥンレア、英語はちょっとあって申し訳ないですけど、隠れ層というのを この研究の場合は2層が一番良かったです。これが1層の場合もありますし、まあ、もうちょっと3層とか10層になる場合もあります。でこの、セル一個一個のセルですねのやり取りがこう生じて、最後、この場合は1つ最大ひび割れ幅がどうなりますかというところに回路ができております。で、もうあんまりこんな研究皆さんが、ゼロからやるのも大変なんで種明かしとくと、1層目の隠れ層は僕らの研究によると6個の、このセルを配置するのが一番良かったと。で、2層目は3つでした。これはもう無数の試行錯誤を彼がやった結果、この構造が良いと。どういう構造が良いかっていうのをこう、効率的に見つける研究もされてるみたいですけど、ちょっと我々はもうそこまで、悠長にやってられなかったので、もう試行錯誤、無数の試行錯誤で、最適な構造を見つけ出しました。で一つだけすみません、どんなことやってるかっていうとすごく簡単でして、これ脳も一緒だそうです。すごく単純なことを脳もやってると。例えば、ある、A1 っていうインプットからこの1層目の H11 ってところに回路がつながってます。で、この情報をどれぐらいの重みでこう受け取るのかっていう、それが W っていう係数なんですけど、それぞれこの線ごとに決まってます。この要素はあんまりこう深く真剣に受け取らない、もしくはめちゃくちゃ重要なやつだから、満タンで受け取るとか、そういうのはそれぞれあるんです。で、それぞれが情報がこう全部のとこから来ます。で、この H11 はそれをそのまま次に伝えるんじゃなくて、こう来ましたと、いろいろ情報来ましたと。で、ある識値みたいなものを超えない場合は反応しないと。だけどそれが B っていう、ことの意味なんですけど、この B っていうある識値を超えるとこれが反応すると。反応して次のセルにどう伝えるかっていうのはまた重みがかかると、まあ、そういう、数式でいうともうこんな話、こんな簡単な話なんですけど、それの無数のやり取りで、実は我々人間の脳の回路も、できていると。それは、勉強したりいろんな人と、語り合ったりお酒飲んだり感性磨いたりするとこの回路がこう生きてきて、インプットを見るとパッと答えが出るような達人とか見るわけですから、そういうものが研ぎ澄まされているとということでございます。で、そういうふうに機械をこうトレーニングしていくわけですけど、縦壁の最大ひび割れ幅を予測するという話です。で、この辺ももう、専門的な話なので、まあ、MATLABっていう、ソフトウェアを使って、比較的簡単に最近だと誰でも取り組むことができます。で、ちょっとこれ全部説明しませんけど、このアクティベーションファンクションというのは、アクティベートって活性化させるという意味ですから、さっきの隣からインプットが来たと、どういう情報をどういうレベルだと次に伝えるかと、それをこう、判定するための、カーブがあるんですけど、タンジェントのこのハイパーボリックタンジェントというのを使う、まあ、こういうのをいろいろこう選択していくと、機械の学習の仕方をこう調整できると、そういう話です。それで、まあ、ちょっと言葉厳しいかもしれないですけど、いい加減な機械であれば誰でもすぐ作れます。で、問題はどうやって、検証するかでして、さっきの科学習オーバーラーニングっていうのは、人間もそうですけど機械も落ちりやすいと。で、さっき言いましたように、ニューラルネットワークの構造は、この検証ツールを使いながら一番、精度の高いものを試行錯誤によって、僕らのちょっと力の限界だったんですけど、試行錯誤によって決定しました。もしかするともっと粘り強い人がやるともうちょっといいのはできるかもしれません。
で、この科学習っていうのを回避するところは、この機械学習の専門家のご指導も受けました。で、簡単に言いますと、縦壁のデータが、さっき200数十ぐらいあると、それを上手に使うということなんです。で、これフォールドって、シャッフルみたいな意味ですね。188のデータを結局、使ったんですけど、33だけ隠しとくと、ホールドアウトという呼び方をするんですけど、です。で、要はこれ、188のデータを 5つのこうグループぐらいに、シャッフルって言い方がちょっといいか分かんないですね、5フォールド作りまして、まずこいつで試すと。ちょっとすみません、もう一回戻ってください。この188を5つの、グループに分けると。で、その5つに分けたやつを、最初のこのフォールド1っていう段、ステージでは、4つを使って、機械をしごき上げて、で、最後、残ってるこの5つのデータを初めてそいつに見せて、どれぐらい予測できるか、見たことないデータをどれぐらい予測できるかっていうところが、この機械学習の肝でして、そういう、しごきを5しごきやると。ゴリ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 4、5個全部どのやり方をやってもそこそこいけると。一夜漬けで、あるテストだけすごく上手なんだけど違う問題出たら全くダメだとか、そういう要領のいいずる賢い、そういうやつもいいんですけどね、そうじゃなくてあのフルメニューで4、5個あげると、そういうやり方です。こういうのを五重交差検証とか言い方をこうするようです。で、山口のデータベースで戦っていくときに、さっき歪みゲージを、歪みじゃないですか、熱電池を入れて、最高温度とか、そこに到達する期間とか、時間とかを測ったデータもあるんですけど、そういうのを入れ込んでいくと、さらにデータが減るので、結局、非常にシンプルなデータ、入力データ群で勝負することにしました。これは施工記録、コンクリート施工記録に載っている普通のデータです。で、ドンピシャっていうのはこうなくてですね、ドンピシャでやってもいいんですけど、ひび割れってもともとそういうものでもないと思いますんで、0.1 ミリ以内の誤差で、予測できるように許容してあげると、これぐらいの精度で予測できるということです。これが、ラスール君が試行錯誤の結果見つけた、一応最も精度の高い機械でした。で、それでプロットしてみるとこんな感じになるんです。横軸がアクチュアルですから、実際の現実の構造物の最大ひび割れ幅、施工記録に残っているものですね。で、縦軸はその機械が予測した最大ひび割れ幅で、 0.1 ミリのプラスマイナスというのはこの赤い線になります。そこから外れているのも当然あります。で、これ一つのプロットが一つじゃない場合あります。全く重なっている時もあるので、そういう見方をちょっとしていただけると、0.1 ミリのプラスマイナスまで許容してあげると、188のリフトのうち178のリフトにおいて最大ひび割れ幅を、予測することができたと。外れるやつについてよく見てみる と、システムの運用開始の初期のものがほとんどでしたので、予測よりも実測の方が大きくなっているので、もしかすると、施工の基本事項の遵守が、良くなかったのかもしれませんけど、それはもう推察なのでこれ以上は言えません。あ、でもこんな程度ですかって思われるかもしれませんけど、これを、同じ、ちょっとこれごめんなさい、計算値と測定値がこっちと逆になっちゃってるんですけど、予測値を右に取って実測値を縦軸に取って、このラスール君の機械をプロットするとこんな感じになります。これも、重なっちゃってる点もあります。一方で、JCI の、温動力、ひび割れ制御指針のやり方に従って、有限要素法で出てきた最小ひび割れ指数を鉄筋比の関数になっている式に、そのまま入れると、そのまま入れるのがいいのかちょっと分かりませんけど、入れると予測値は 0.6 とか出てくるのに0だったり、ものすごく安全側に評価してしまうと。しかも、学会に
強く言いたいのは、私もその委員会の委員でもあるんですけど、中で言うとすごく嫌な顔されるんですけど、2008年から2016年に改定されたことによってさらに安全側に行っていると、はい、こういうのはちょっと何とかしてほしいなと思いますね、はい。で これぐらいの制度の機会ができました。でそれで終わりだともったいなくて、所詮このぐらいの制度なんですけど、傾向は、それなりに捉える機会ですから、そのラスール君と考えてやったのは、これ、ま、ちょっと似たようなグラフが続いて恐縮ですけども、上に条件を固定しました。例えば厚さは2メートル、リフト高は3メートル、それから、内水間隔は14日、などなど条件を固定して、その他の条件を変えてみると。例えば、打ち込み温度、打ち込み開始時のコンクリートは10度、20度、30度、それから、橋台の幅は25メートルまでこう振ってみたと。で単位セメント量もちょっと振ってみたと。そうすると、ほう、確かに橋台の幅が効くのは、まあ、皆さん感覚的には分かっていると思いますけど、それが最大ひび割れ幅にどれぐらい効くのかっていうのは、なかなか山口システムのデータをそのまま見てると分からないと。他の条件を揃える、このように揃えることができないので、こんなきれいなグラフにすることはできない。だけどやっぱり幅ってすごい効くなとか。ただ、さっき言いましたように、これ縦軸最大ひび割れ幅になってますけど、予測はプラスマイナスで少し動きますから、このグラフで 0.15 ミリを 下回ってたから大丈夫とかいうよりは、まあプラマイ 0.1 ぐらいはありうるから 0.05 ぐらいでもいいのかもしれないけど、このグラフで 0.1 ぐらいまで迫ってたら気をつけようとかですね、その辺はちょっと人間が知恵を働かせながら使っていただかないと、ちょっとこのグラフが山口システムのホームページに永久に載るのはちょっと私も多少逡巡したんですけど、まあ技術者として嘘をついてませんので、これをどういうふうに使っていただくかということを皆さんに考えていただければと思い、今回公開しております。で、気温って夏が怖いって皆さん言いますけど、この機械によると、まあ、冬は確かにちょっと違いがあるかもしれませんけど、そんなに外気温だとか打ち込み温度の、影響はないように、まあ、ないことはないんですけど、見えます。単位セメント量の、影響の方がよほど大きいことに私は最初驚きました。それから、これは橋台の厚さですね、やっぱりマスになってくると1、2、3メートルですから、かなり厳しいと。でこの辺も感覚的には当然分かってた話だと思いますけども、どの要因が本当に最大ひび割れ幅に効く、ひび割れが出る出ないではないです。我々の獲物である、山口システムの獲物である最大ひび割れ幅という観点で本当にこう気をつけなきゃいけない、要因とは何なのかということを、まあ、この機会を教えてくれると。それからリフト高さも一緒です。4メートルから1メートルまでやってみましたけど、ですから、まあこういうふうに本当に効く要因を教えてくれるっていうことも、まあ、信じる信じないはその、その人次第ですけど、こともありますし、あとは対策ですね。高めのリフトを少しちょっとこのリフトは2つ割ってみようかとか、そういう対策の、バリエーションを増やしてくれるということにもつながる可能性があると思っています。鉄筋比です。鉄筋比も、0.3 というのが、まあ、あたかも標準的な値のように、まあ、山口はそう思ってられないかもしれませんけど、ですけども、まずこのグラフで言えるのは 0.05 とか 0.1 と 0.3 というのはだいぶ違って、そこにこう投資することの意味はありそうです。だから 0.3 と 0.5 もこの機械によるとだいぶ差がありそうですので、ですね。それから 0.3 を入れなくてもいけそうな領域も、まあこの機械を教えてくれると思いますので、そういうところに踏み込む必要があるかどうか分かりませんけど、鉄筋もそんな安いものではありませんので、参考にしていただければと思います。それから山口システムで品質確保の手引きに拡張された時から入ってきた打ち継ぎ間隔日数というものは、この機械によると28日未満では以下ではそれほど効いてないように見えます。
もちろん聞いてはいますけど、ただ28と60の間にはもう、大きな壁があるようでして、この辺りも、まあ、機械はそう言ってますので、そういうものも参考にしながら、抑制対策なり、それから事後の検証なりをこうしていけるといいのかなと思ってます。まあ、これちょっと飛ばします。コンクリートの強度、28インチ強度は、やっぱり40ニュートン、そんな多くないかもしれませんけど、28インチでこの強度が記録されているとリスクは高いようですので、まあ、一般に言われているように、強度の出やすいセメントっていうの、ごめんなさい、コンクリートっていうのは、ひび割れの観点からはリスクが高いと、でひび割れ幅の観点からもリスクが高いということをこの機械は示していると思います。あとちょっとだけすみません、暑い時期というのが、まあさっきあんまり夏と秋冬そんな変わらないかもとか言っちゃいましたけど、まあ、暑い時期というのは一般にはやっぱりリスクが一番高いと言われているので、その条件の中でいろいろ抑制対策を模索していくための、参考となるようなシミュレーションをやっていました。今度は打ち込み温度30度、外気温30度をフィックスです。で、リフト高も3メートル、この検討では3メートルに固定しました。さっきと打ち継ぎ間隔はちょっと違います。この検討では7日間です。これぐらいの、フィックスしますと、ですね、鉄筋比の影響、鉄筋比を変えてこうグラフを並べています。から鉄筋比が 0.05 程度だと、もう10メートルぐらいの幅であってもかなりリスクが高くなってくるというようなことですので、この厳しい条件だと、まあ、やっぱり鉄筋比は 0.3 ぐらいが前提で、あと幅をどう見ていくかみたいな議論をこういうグラフも使いながら、ひび割れ抑制対策の一助にしていただければと思ってます。はい。それからこれはですね、これリフト高、さっきですね、リフト高っていうのは意外に効くなと、まあ、私が無知なだけかもしれませんけど、4メートル一発で打つっていうのはやっぱり結構リスクが高いなというようなグラフです。これがグラフとしては最後かもしれませんけど、幅ごとですね、25メートルの大物だと、まあ、こんな幅でこんな適比でやる人はいないかもしれませんけど、0.3% の鉄筋でも結構厳しいところがありますので、まあ、参考にしていただければと思います。はい。最後考察を付け加えて終わります。私自身はさっきも申しましたけど、単位セメント量がこんな効くんだということを知って驚きました。もちろん教科書には書いてあるんだけど、特定の構造物の最大ひび割れ幅にどんな影響を及ぼすかなんて、教科書には書いてませんし、まあ、こういうことを定量的に把握できるということは技術者にとってはそれなりに意味があることかなと思っています。で、今回ご紹介したやり方は、私の解釈では、データの数としては比較的少ない、比較的というかものすごく少ないんだけれど、信頼できるデータを上手に活用して、まあ、できる範囲で優秀な機械を開発し、その機械が私たちの知らなかったデータを逆にたくさん生み出してくれると、そういう利用法かなと思っています。まあ、他にもいろんな例があると思います。で、一口に AI といってもさまざまな種類の利用法があって、土木技術者にとっては、まあ、それぞれにおいて活躍の仕方は、ごめんなさい、土木技術者、人間としてはですね、ただ使う場合もあるのかもしれないし、今回のように技術者がちゃんと作り込んでいかないと、そもそもいい機械できない、もしくは機械を作って終わりのマスターベーションになってしまうと、いろんな活躍の仕方はあると思いますけど、ただ単に機械を使うだけという将来ではないと想像します。はい。それから、まあ、すでに言ったことかもしれませんけど、山口データベースを使って最大ひび割れ幅を予測する機会を作るという目的は、まあ、誰でも設定できるんだけど、実際にやってみるとそう簡単な話ではなくて大変でした。ラスール君というパキスタンからの優秀な留学生の博士論文のテーマとして取り組んだから一応できたものの、コンサルさんが受注してちょこちょこっとできるような代物では全くないことを、が分かったことも意義があると思ってます。要はもうこんなもんブラックボックスなんで、はい、こんな機械できました、あ、そう、それではちょっと許されないと思いますんで、
そういうところをしっかりチェックしていくような役割なんかも我々研究者とかには、期待されるのかなと思ってます。で、ここの研究はですね、あんまり評価されません。あのニューラルネットワークでデータ入れてなんかそんな予測しただけでしょ、そう短絡的にこう言われちゃうと身も蓋もないんですけど、私は自分がこれまでやってきた他の研究と比べても別にこれにはこれに意義があると思ってます。データベースのデータのチェックも大変です。専門的な知識がないとできないし、どんなデータが意味があるのか、さっきの、打ち込み開始時の温度しかないんだけど、それでいいのかどうかってことを専門家としてちゃんとこう説明できないといけないと。だからちゃんと工学的な、ジャッジメントもちゃんと入った研究だと私は思ってます。はい。これそれは書いたことです。もし後で読んでいただければ ご興味があれば私が言ったことがまとめてあると思いますので、まあ、こういうところにも、土木技術者が活躍する領域はあるように推察します。最後に、今回の事例の場合、グラフはちょっと山口データベースに公開されてしまいますけど、技術管理課のところに、まあ、この機械を使いたいという人もいると思うんですけど、もう思考停止に陥ることは容易に想像できますので、まあ、あんまりそういう使い方じゃなくて、こういうデータをさらに蓄積していったり、さっき材料もちょっと山口のように偏っている可能性があるんで、この機械を使って違う地域のやつを予測してみて、こう分析を深めたり、まあ、ちょっとまずは、活用したり、これを改善したり、研究を進めていくことの方が、山口システムのサステナビリティの観点でも望ましいと私個人は思っております。参考文献を、挙げましたので、もし参考にしていただければと思います。ちょっと初めてこのテーマで50分も話したんですけど、うまく伝わったか分かりませんけど、ご清聴いただきありがとうございました。細田先生、施工記録から AI を使っても一定の傾向が見られることが分かりました。どうもありがとうございました。